陸上、岡山県高校総体最終日、2024年6月1日岡山市シティライトスタジアム、女子800メートル決勝が行われ、前回大会覇者のドルーリー・シュエリ、シェリ、津山校2年は2分10秒43をマークして2連覇を達成した。これまでの自己ベストは2分7秒77。 この日の午前に行われた準決勝は2分18秒47で1組1着となって通過。その2時間後に迎えた決勝では、最初の200メートルあたりから後続を突き放して独走する。そのままリードを持ったままフィニッシュし、2位に2秒近いタイム差で優勝した。鶴山中から地元の津山高に進学。 一年生だった前回大会は800メートルと1500メートルで2冠を達成。両種目で全国高校総体へと勝ち進み、1500メートルでは日本人トップの3位となった。同年10月は U18 競技大会、今年4月には U20 アジア選手権など日の丸を背負う舞台でも活躍した。迎えた2度目の岡山県高校総体。 1> 第1日に実施された1500メートルではナンバラサラムとに、工場館高1年とジャネット・ジェプコエチ、倉敷高2年に敗れたが、日本人トップの3位となった。今大会の上位6人が中国高校総体、6月13日から16日、鳥取へと進むため、両種目で出場権を獲得。 中国高校総体の上位6人が7月21日に開幕する全国高校総体、北部九州に進む。また、シニアも含めて日本一をかけて戦う日本選手権、6月27から30日、新潟、にも女子1500メートルでエントリーしており、大舞台での活躍が期待される。